介護士と保育士の夫婦デュオやね。リズミカルガスの雑草男やね。トゥトゥン、タカちゃんやね。京都出身やね。千葉在住やね。よろしくお願いします。そんなわけで本日もね、はい、虹色動画、わお、紫六さん、シニア向けスマイルアクティビティ、頑張っていきましょう。本日26発目ですね。前回から、前回っていうか、ここ何日もね、行っております。肩こり、首こり、ラクラク体操、本日4つ目でございます。ついに見つけた根本原因、大胸筋と広背筋をストレッチして、最高って言ってみたいと思います。ちょっとね、ここにいい壁っていうかあれがなかったんで、どこでもいいんですけど、こういう家のね、家とかなんか職場のなんかこういう廊下のこの壁みたいな、このカクってしたこのなんていうの、こう曲がるところの壁がありました。そこにね、小指をこうつけていただいて、まっすぐにしていただいて、だいたい、耳の高さぐらいね、にしていただいて、このままこれをぐーっと体をひねって伸ばしていきます。おっ、垂直になるといいですね。はい、そのとこで深呼吸。はい、こうなりますと、このね、今まさにここ伸びてます。でここも肩甲骨がグッと寄りますから、このね、どこやろこれ、肩甲虚筋かなんか、このなんやろ、菱形筋かなんか、これもね、グッと普段伸びきってるやつがグッと縮まってるのが、なんかちょっと痛気持ちいいですね。このままグッといける範囲で、で深呼吸、これね、左右繰り返してみてください。これは続けるとかなりいいですよ。やっぱりもうね、巻き肩猫背、もうここがね、結構縮こ、予想以上に縮こまってますから、これをグッと伸ばす、こういう角を使ってグッと伸ばす、どこでもできる、グッと伸ばす。はい、これ立ってね、やってください。はい、これで大胸筋伸ばした後は、続いて、広背筋の方ですね。ちょっとここがね、はい、広背筋は今度まだ同じように小指をね、壁に向けてつけまして、このまま、まあ、肩幅ぐらいに開いて、ちょっと、これも耳ぐらいの高さでいいですかね。耳ぐらいの高さにして、このまま顔を、まあ、下向けず顔を上向いたまま、このままぐーっと下ろしていきます。うわ、オッケーですか。こういう感じでね、この感じで、はい、ここからこのまま、体をグッと落としていきます。この時にちょっと、もうすっごい、もうここが広背筋のここが伸びますね。でこの時にグッといった時に、ちょっと首を左右に、とかしますと、普段ストレッチしない、広背筋をストレッチした状態で、首を動かしますと、また別のね、違うところがね、ストレッチできて、自分のね、こうインナーマッスルのなんかその凝りの根本のところにキュッとね、引く時もありますから、自分で言いた気持ちいいところを見つけてね、デスクワーク、パソコンワークの合間に行ってみてください。そんなわけで根本原因はね、大胸筋、小胸筋と広背筋、そして肩甲骨の位置以上にあります。さあ、それでは、次回は、体操5番ですね、肩こり、首こり、ラクラク体操5番でお会いしましょう。ほな、さいなら。タカちゃんでした。リズミカルガス、よろしくお願いします。夫婦上です。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。